それではですね、定刻となりましたので、ただいまより神戸市と学校法人関西学院の王子公園再整備に係る大学設置運営事業に関する基本協定の締結につきまして記者会見を開始いたします。なお本日の全体時間は質疑応答を含め12時までの約45分間を予定をしておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。はじめに会見出席者をご紹介いたします。学校法人関西学院村上一平理事長様でございます。続きまして、関西学院大学森康俊学長でございます。森でございます。よろしくお願いいたします。続きまして久本喜三神戸市長でございます。引き続きまして武田志郎都市局部長でございます。それではまず久本喜三神戸市長より本日の基本協定の締結にあたりましてご挨拶を申し上げます。久本市長よろしくお願いいたします。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。この度学校法人関西学院さんと神戸市との間で王子公園再整備に係る大学設置運営事業における基本協定を締結をすることとなりました。本日は学校法人関西学院の村上一平理事長さん、関西学院大学の学長森雅俊先生に康俊先生にご出席をいただいております。ありがとうございます。それでは座って説明させていただきます。王子公園の再整備は神戸市の将来を睨む上で極めて大事なプロジェクトと考えてきました。そして王子公園の地にふさわしい国際性や多様性を高める特色ある大学の誘致が文教都市神戸にとりましての地位を高め、王子公園周辺エリアの新たな価値を創出するための極めて有効な政策であると考えてきました。学校法人関西学院さんからは、新たな価値を生み出す、自ら生み出す人材の育成、学びを通した地域や人々とのつながりの創出、大学敷地や複数の大学施設の一般開放など、地域に開かれた大学にふさわしい提案をいただきました。優先交渉権者の選定をいただきましたご提案と、神戸市が策定する王子公園再整備基本計画との調整を行ってきましたが、この度仮称王子キャンパスの設置につきまして合意し、今日村上理事長さんと基本協定書にサインをし、協定を締結をいただきました。関西学院大学さんとは、これまでも学生スクールサポーター制度をはじめとした教育支援や学生の地域ボランティアへの参加など、さまざまな面でご協力連携をいただいてきました。また関西学生アメリカンフットボール連盟の拠点が設けられております王子スタジアムはリーグ戦の試合会場の一つであり、今年度も白熱した攻防が繰り広げられたところです。今月17日に実施されましたアメリカンフットボールの全日本大学選手権決勝第78回甲子園ボウルでは、関西学院大学さんが見事に快勝して史上初の6連覇を達成し、史上最多を更新する34度目の優勝を果たされたことを大変喜ばしく思っております。こういった観点からも、スポーツ振興や地域の活性化にという面で大いにご貢献をいただけるものと期待をしております。今後4000人の学生の皆さんが通学する王子公園の地へのキャンパスの設置に向けて、より一層連携を深めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。それでは続きまして、村上理事長よりご挨拶を賜ります。村上理事長よろしくお願いいたします。改めまして村上でございます。よろしくお願いいたします。座ってよろしいでしょうか。今
久本市長からお話がありましたように、先ほど基本協定に調印をさせていただきました。市長をはじめ神戸市の皆様のお力によりまして、このような発表の機会を持つことができ、感謝をしておりますと同時に、このようなまた今日このような日を迎えることができて大変喜んでおります。調印協定に調印できましたことから、私ども関西学院は正式にこの王子公園プロジェクトの当事者として学内だけではなく学外に対しても今まで以上の責任を神戸市の皆様と一緒に果たしてまいりたいというふうにも考えております。関西学院にとりまして、開学といいましょうか、学部の開設を希望しております2029年は、かつて関西学院の旧制大学開設のために、当時原田の森と言われておりました上津水の地から西宮の上ヶ原へ移転してちょうど100年になります。今後無事にスケジュールが消化され希望通りに開学できるとすれば100年ぶりに神戸の地に戻ってくるということになりますが、それと同時に2029年という年はご存じの通り神戸市さんの市制140周年にもなりますし、関西学院にとりましては創立140年いうことになります。実はお気の通りで、神戸市さんと関西学院は同い年であります。いうことであります。で、今久本市長からお話がありましたように、神戸市は神戸市さんは神戸空港の国際便の開設等によってさらなる国際化や文化都市としての新たな価値創出を目指しているというお話もございました。また今までも伺っております。関西学院は創立以来世界に門戸を開いた学校として経営してまいりましたが、この計画しております王子の地で目指している新しい学部もこの神戸市さんの新構想とも合致したものになるというふうに考えております。詳細については後ほど私ども森学長からお話をさせていただきます。また現在の関西学院の西宮や三田等のキャンパスをご覧になっていただければお分かりいただけると思いますが、いずれも地元の環境に溶け込んだ緑豊かなキャンパスであるだけでなく、地元の皆さんの憩いの場所にもなっております。計画しております王子もまた地元の皆さんと一体となったキャンパスになるであろうというふうに確信をしております。開学の暁には関西学院が神戸市民の一人として文化教育の核の一つになるべく努力をしてまいりたいというふうに考えております。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとう。ありがとうございました。それでは続きまして都市局部長の武田より王子公園再整備の内容と今後のご予定につきましてご説明させていただきます。武田部長よろしくお願いいたします。そうしましたら私の方から王子公園再整備の全体の概要にも触れつつ経緯等々についてご説明申し上げます。いろいろさまざま検討してまいったわけですが、一つ方向性が決まりましたのが昨年12月王子公園再整備の基本方針、これを策定いたしまして公表したとこのタイミングでございます。この中で、再整備の意義ですとかゾーニング、あるいは5つの基本目標、園内各施設の方向性といったものを定めまして、大学誘致についても謳ってございます。この策定に合わせて速やかに大学校を開始したというところが1年前でございます。で今年に入りまして6月優先交渉権者として決定させていただいて本日の基本協定に至るという流れになってございます。
で、こちらがその基本方針に定めた5つの基本目標ですが、この2つ目に学術文化拠点のシンボルの創出ということで大学誘致を位置づけてございます。少し紹介させていただきます。1つ目の基本目標、新たな原田の森の創造でございます。先ほどの理事長のお話にもありましたが、この辺、このエリア、王子公園周辺エリアといいますのはかつて原田の森と呼ばれてまして、まあ、あの豊かな自然と六甲山を背景とした神戸の、まあ、景観です、代表する景観に恵まれておるというエリアでございまして、この原田の森を、まあ、しっかりと継承していくということを目標に掲げてございます。まあ、例えば敷地の南側に緑の広場という緑地を整備いたしますが、ここから北側に、抜けていくシンボルプロムナードを整備いたしまして、これを六甲山を背景とする景観軸、緑地軸として再整備いたします。パースもつけておりますが、老木化が進んでおる桜等ございますので、あの樹木についてはいろいろと植え替えをさせていただきますので、それに合わせて桜の通り抜けルートなんかも拡大していきたいというふうに考えてございます。で、続きまして動物園でございます。左側にゾーニング入れておりますけれども、まあ、あの南米ゾーンですとか、オーストラリアゾーン、アジアゾーン、サバンナゾーン、サバンナゾーンこれはアフリカですが、世界の各地域の動物を集めるようなゾーニング、これが一つ。もう一つの視点として、世界のネコ科ですとか、まあ、怪獣ですね、海の生物ですね、あるいは霊長類、こういう動物種ごとのゾーン、この2つの視点でゾーニングをいたしまして、観覧で巡っていただきますと世界を旅しているような、そういったシナリオのある、シナリオ性のある観覧ルートを設けたいというのが大きく考えてございます。それから動物自体がですね、生き生きと本来の姿で過ごせる、まあ、そういった動物福祉にもかなったような獣舎、あるいはその展示ですね、皆さんにそういった生き生きとした姿を見ていただけるような展示というのを検討してございます。はい。で、あと公園とスポーツ施設でございます。まあ、下に書いてございますが、誰もが気軽に憩いくつろげ利用できる開放的な空間を創出してまいります。上側緑の広場を代表例でパース入れてますけれども、南側の、まあ、芝生広場を中心とした空間になるんですが、まあ、それだけではなくて、今現在あります大きな樹木があります、それをシンボルツリーとして残していくとか、あるいは王子公園から降り立った時に今擁壁で塞がれておりますけれども、一部撤去して動物園のゲートまで見通せるような開放的な室内にしてまいりたいと考えてますし、動物園のゲートの前には、まあ、芝生ではなくてイベントなんかでも使えるタイルスペースなんかを設けたいと考えてございます。それからスポーツゾーンでございますが、今スタジアムが大変老朽化してございますので、新しく新スタジアムを建設すると、これによりまして、今まで通りさまざまな競技ですとかイベントにも使っていただける一般開放の時間なんかを設けたいというふうに考えております。で、スポーツゾーン北側に集約する関係で大変まとまった空間が生まれますので、左側に載せておりますけれども、今みんなの広場などと呼んでおりますが、一定遊具を置いてみたり、あるいは多目的に使える空間を創出して、まあ、小さなお子様から高齢者の方まで活用していただく、利用いただく、あるいはそこで過ごしていただく、そういったものを創出していきたいと考えてございます。で、続いて広域防災拠点の機能強化でございます。ご承知の通り、王子、公園といいますのは阪神・淡路大震災の時に自衛隊の駐屯地にもなったりして、物資の輸送拠点とか、あるいは救援活動の拠点として大変重要な役割を果たしました。この機能はしっかりと維持していくと。で、合わせて大学の方からも、地域防災についての ご提案いただいておりますので、大学と連携しながら機能をさらに強化していくということを考えてございます。で、最後になりますが、大学誘致というのを目標と掲げてきました。3つほどまとめておりますが、周辺エリアのポテンシャル、市が抱える課題、大学に期待する役割といった要素を整理しながら公募要項を作りまして、王子公園周辺エリアの歴史と文化を尊重し、地域そして世界に開かれた大学というのを公募にあたって求めてきた。その結果、優先交渉権者として学校法人関西学院を選定し決定してきたと。これが今年の6月ということになってございます。で、本日基本協定を迎えたわけですが、この基本協定によりまして、これまでは大学設置運営事業者として神戸市と優先的に交渉する権利をお持ちだというお立場だったわけですが、本日をもって契約予定事業者として決定したということになります。まあ、これによりまして、大学と神戸市の間の、まあ、協議調整というのは基本的に完了いたします。
ですので、あとは町内の手続きを進めてまいりまして、来年度中には、来年度には土地譲渡契約を締結すると、その後、2029年から31年にかけての開墾に向けて、両者協力して取り組んでいくと、こういった流れになる予定でございます。私の話は以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、関西学院大学森学長よりこの度の提案事業の概要につきましてご説明いただきます。森学長、よろしくお願いいたします。関西学院大学学長の森康俊です。本学の王子キャンパス構想についてご説明をいたします。よろしくお願いいたします。王子キャンパスは国際化、産官学民連携、デジタルを徹底的に強化した4000人規模の新しい学びの場を学部レベルで新設することを予定しております。関西学院大学は14学部14研究科を要する総合大学です。文系学部が揃っております西宮上ヶ原および西宮清和キャンパス、理系学部が集約されております神戸三田キャンパスの主要3キャンパスを中心に約2万5千人の学生が学んでいます。教育研究の特色として前に示している3点ですね、がございます。伝統と実績、全国レベルの国際教育、大規模大学として、実就職ランキングが1位をいただいているというようなこと、総合大学ならではの幅広く豊かな研究の実績というところでございます。特に国際教育においては文部科学省のスーパーグローバル大学創生支援事業に採択され、今年度末までの事業でございますけれども、18年度にはコロナの前年となりますが、海外の協定大学への学生派遣数で全国1位を達成しております。こういった大学をやっておりますけれども、実は関西学院は学校法人として1889年に創立者のウォルター・ラッセル・ランバスによって、実は神戸の原田の森、現在の王子公園エリアで創設をしました。以降、先ほど理事長の村上からもございました通り、1929年西宮上ヶ原キャンパス移転までの早々期の40年間、本学は神戸の地で発展をいたしました。こちらが本学王子キャンパスの構想の全体像となります。全体コンセプトとして、自分でみんなで未来を起動するオープンイノベーションパークということを掲げております。地域、社会、世界が大学の方に入ってくる、いわゆる産官学民連携の学びを中心に据えたキャンパスを目指します。現代は変化のスピードが速く予測困難な時代となっています。こうした時代背景を受けて、世界の高等教育のあり方、教育から学習へ、知識を伝達することから能力、コンピテンシーの育成へとパラダイムのシフトが進んでいます。専門分野、ディシプリンというふうに呼ばれますけれども、各ディシプリンの知識や理論というものを身につけることとともに、世界、社会、地域の複雑な課題に果敢に挑み、他者や異なる分野の人々と協働しながら新たな価値を創造して解決に導く人材を育てることこそ、大学に今求められていることと考えております。こうした時代背景を受け、王子キャンパスでは新しい大学教育の創造を目指します。本学の教職員、学生が世界から研究者、留学生や企業、自治体、地域住民の方々とともにプロジェクト型学習で課題解決に取り組み、地域、社会、世界にイノベーションを起こす人材を育成、輩出してまいります。大
王子キャンパスで育成する人材像は未来をデザインし起動できる世界市民です。ここで未来をデザインするとは、現代の複雑な課題に対して他者と対話をしながら進むべき方向性や解を見出すこと、未来を起動する社会と世界のために新たな価値を自ら生み出すアントレプレナーシップを発揮すること、これを意味しております。世界や社会との連携交流を通じ、国際性や多様性への理解を身につけ、アントレプレナーシップを発揮してより良い社会の実現に貢献できるイノベーション人材を育成します。アカデミックコンセプトとして、こうした人材を育てるため、ブーカの時代と言われるこの社会を切り開いていくイノベーション能力を寛容してまいります。このコンセプトを実現するために、王子キャンパスでは課題解決に焦点を据えた国際的な学びを重視します。国際都市神戸にふさわしい国際性と多様性に満ちたキャンパスを目指します。デジタル技術で既存のキャンパスと緊密なネットワークを構築し、総合大学としてのリソースも最大限活用いたしています。学びの特色の一つを実践的な産官学民連携に置いております。神戸、日本、世界の課題解決のため、産官学民が連携したプロジェクトを推進するプラットフォームを構築します。プロジェクトでは、各大学の教員と学生が地域や世界の企業、行政、市民の方々とプロジェクトチームを組み、共同して社会課題の解決や新たな価値創造を目指します。特色の2つ目は、垣根のない国際連携交流です。学生定員4000人のうち2割程度は留学生とすることで、世界から学生が集まるキャンパスとして、海外からの学生、海外の大学企業などとの共同が日常的に行われることを目指します。王子キャンパスで本学の国際連携の展開は、神戸市さんの市政140周年、神戸空港の国際空港化、JR 三宮駅前の再開発などの機会とも連動して、神戸における新たなシナジーを生み出すことができると考えています。3つ目として、メタバースや AI、 オンラインなどデジタル技術を学びに積極的に取り入れ、物理的な距離の制約を超えた国際教育を展開します。物理的なキャンパスとデジタル技術の併用によって、産官学民が連携した新たな教育の展開の可能性を広げてまいります。キャンパスのコンセプトですが、地域、社会、世界のさまざまな人、情報が行き交うプラットフォームキャンパスです。まず、六甲や王子公園の緑豊かな景観と調和する空間を計画していきます。機能として、王子公園と一体的な街に開かれたキャンパスを目指します。さらに、プロジェクト型学習やリカレント、リスキリング教育を通じ、地域社会に貢献してまいります。周辺環境との調和を図るために、神戸六甲の緑豊かな斜面地と調和する配当を予定しています。六甲の街並み景観を阻害しないよう、校舎のボリュームをうまく分割して景観と人をつなげる計画にしております。計画を考えております。建物は周辺の自然環境と調和する色彩とし、擁壁等を撤去して緑の斜面とすることで、地域の人々が気軽に足を運べるように考えていきます。新たな原田の森を創造し、緑豊かな資源を生かしながら、市民の皆様に開放できる拠点を形成することを目指します。
王子キャンパスではレストランやカフェ、図書館やホールなどの施設の開放に、あらゆる世代、あらゆる属性の人々が日常的にキャンパスに立ち寄り、学生たちと交流できる場を提供していきます。また学術文化拠点としての機能強化のため、神戸市内の学校間連携や公園内及び周辺施設との連携も今後検討いたします。地域住民に開放できるエリアでは眺望を楽しみながら食事をできるレストランなどを計画していきます。図書館も一般の方が利用できる町ライブラリーとしての運用も検討してまいります。周辺の緑とつながる憩いの場として、テラスも計画していきたいというふうに思っております。王子キャンパスでは産官学民連携のプロジェクトを通じて地域社会のアントレプレナーシップの醸成も図ります。総合大学の強みを生かして地域や社会の多様なニーズ、そちらを汲み取り、リカレントリスキリング教育のプログラムも提供していく考えです。王子キャンパスがあらゆる人々が学びの楽しさに目覚める場となることを目指していきます。以上のように本学創設の神戸王子の地に新たなキャンパスを作り、地域や社会、世界の人々と共同しながら新たな教育を展開することを目指してまいります。以上で本学の構想説明を終わります。ありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の会見を終了させていただきます。